やったぜ、重ね着バラバラ事変。やったー、ありがてー、これ嬉しいな。でも腰がないんだね。なるほどね。というわけで私多分ね、これよ、これでしょ。忍者っぽい装備をね常に集めているんですけど、まあ一応ちょっと全部、ちょ頭部足りないからあれだけど、行くか。あ、いいじゃん、俺女の子になろうかな。いいじゃん、いいじゃん。全身装備すると確かにちょっと時代感的には合わなくなるけど、いろいろ合わせられそうなのと、あと腰が別で装備できるから、いろいろやれそう、いろいろやれそうだよ。ちょっと待って、いや今日クエスト行くからね、クエスト行くんだけど、びっくりした今、ナルガコイルが中ゴゴコイルに見えて、そんなもの俺いつの間にって思っちゃった。あー、まあちょっとこれやると長えか、長えな、うん、ちょっと一旦これでいこう。はい、というわけでソニックコラボがやってまいりました。今日は訳あってノーカットでお届けしようと思いますね。今回ねイベクエストいっぱい来たね、嬉しいね。というわけで、まあ、これね、で下位にもう一個ありますね、これです。でおそらくこっちがリング集めで、かつ2本の尻尾の小狐って書いてあるから、ね、名前忘れてしまったけど、ソニックの相棒の装備をお供用としてもらえるんだろうね。なんでとりあえず今回はこの売り2つ行ってみよう。一回クリアしたけども、さあどっちが真のハリネズミか、この双剣ぐるぐると遊んでいただこうという魂胆よ。で戦った感じ、いや実は初見もね撮ってみたんだけども、特にそんなになんかめちゃくちゃ強いとか特別なクエストって感じはなかったんだけどね。ちょっとでもでかかったかな、ナルガクルガが。でノーカットの理由がこちらだ。そう、コラボといえば BGM、 このソニックの曲かっこいいんですよ。聞こえるかな、ちょっと音量調整したばっかだからわかんないんだけど、聞こえる？そうだよ、このソニックの曲、これさめっちゃかっこいいけど、もうだいぶ前の曲なんですよ。これさ、もう年代的に近い人は特にまだインターネットとかもすごい流行ってなかったかもしれないから、かなり耳にしたことがあるんじゃないでしょうか。この BGM をね聞きながらやっていこうというわけなんだけども、いやここで一つ言いたいことがある。いやカプコンさん、セガさん、おめでとうございます。セガさんがね何十周年ということでね、無事にねモンスターハンターと、コラボすることができたということでね、感無量でございます。私のね、事務所の方になんかソニックコラボを記念してノベルティ、まあ、グッズがね少し届いたということで、私楽しみにしております。いえいえいえ、いただいたからというわけではございません。あくまでねもう本当心からこのコラボをねお祝い申し上げるという所存。あなたが今回のご相手、やっていこうか。あ、待ってくださいよ、ちょっと落ち着いてくださいよ。あ、でもサイズさっきよりちっちゃい気がするな。やっぱさっきでかかったな。行くぞ、このかっこいいかっちょいい BGM に合わせてノリノリバトルをしていこうぜ。どっせい、さあ行くぜ。相手にとって不足はなし。俺のこのゾンビ双剣を見せてやる。どっちがソニックコラボにおいて双剣とナルガクルガ、どっちが真にふさわしいコラボキャラクターとコラボ武器か、ここではっきりさせようって魂胆よ。双剣ちゃんはこんなにぐるぐると回ることができる。果たしてお前はぐるぐると回ることができるか。回ることができる。やるな。回転勝負は引き分けといったところだ。だがここでロックマンコラボや月野もめっちゃ頑張っている。あ、そうだ、月野は今日でおしまいです。
あのちょっと前の動画で言ったけど、よしよし今だ。そしてこの鬼火を置いておこう。これがカプコンからのプレゼントだ。あれあれ転ばなかったな。そう、なんだっけ、ソニックのお供アイルーの重ね着がさ、あのスーパーソニックになった時にめっちゃ分かりやすいから、ちょっとねそれ試してみようかなと思ってね。ちょ、まあ、とりあえずまた強化また旅玉使った時に見栄えが分かりやすそうだから、そっちにね乗り換えようという思っているわけですよ。いいひいいひいいひいいね。やるじゃん音速ネズミに偽りなしじゃないか。でもナルガクルガって多分猫なんだよな言ってあれでもなんかね強い気がすんだよな。さっきも戦ってて思ったんだけど、気のせいかな。さあ総流していこうか。目指すはこのもう一匹の、一気に和風の曲に、もう一匹のネズミが下の方にいますね。ネズミ VS、あ、でもあなたもね、いますからね今回ね。ちょっとあれですね、あれ俺ここいていいのかな。なんかネズミ系だとパオウルムとか、なんだったら別のモンスターさんの方がもしかしたらこのコラボの3匹クエストには向いているんじゃないかって僕は思うんですけども、僕はいてもいいんでしょうか。アンジャナフと言います。はじめまして、僕はアンジャナフって言います。特技はあれです、火を吹いたり吠えたり、あと拠点の入り口で暴れ回ったりとか、そういうことです。今ちょっと外したな外してしまいました、すいません。わっ、なんかすげえゆっくり動いてんだけど、攻撃した今ちょっと今何してたん、今最後何してたん。すごい地味な攻撃、謙虚だねアンジャナフだいぶ謙虚だったな。さあさあさあ、すげえ BGM 長えな。さあ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 、どうだ。いや言うて最初だいぶ1回目に戦った時に時間かかったなって思ったんですよね。だけどどうだ、倒せそう。結構戦ってるよな、なんやかんやな、結構殴ってる気がしますよ。どっせい。しかしお前ずるいな、ナルガクルガちゃんよ。お前さんイベントクエスト出まくりやん。ちょ、うわBGM を途切らせて本当にすまないと思っている。この動画はカットがないのも相まってちょっと長くなるかな。がしかしよ、この盛り上がる曲が戻ってきましたよ。行くぜナルガクルガちゃんよ。お前はもう散々やったろ、コラボクエストやったろ、コラボクエスト出まくったやろ。そんなコラボばっか出てずるいとは思いませんか。え、確かイベントクエストの初めてはこいじゃなかったか。でもなんか特別なイベントクエストみたいなので来た時もナルガクルガと戦った記憶がありますよ。ずるいとは思いませんか。双剣にも双剣にも春を、双剣にも、まあ双剣今回春だけどね、人気武器だからね。どっせー、硬いな、硬くない、こんなもんだっけ、ちょっと硬い。やっぱあれかな、音楽を聞かせるためにちょっと硬くしてんのかな。さお前さんよりもマガイマガトさんのイベクエストの方が少ないという事実、あなたはどう思っているんですか。どう思っているんですか。硬いな、いやこんなもんか、こんなに長時間戦ってたっけ。いけどっせ、痛い、強いな、なんか強くないかい。重大事変もそうだけど、
さりげなくあれだよね、説明もなく強いやつ来るよね。これ強くないか、こんな時間かかる。1回目ね体験で行ったんだけど、やっぱ体験だとやっぱ時間かかるなって思ってたんですが、双剣でもあまり変わらないのでは。結構叩いてる気がするんだけどな。弱ってもいないよ。お前もしかしてあれか、コラボクエストってことで主と主みたいな感じにしてる。主のなり損ないか。おっと弱ったようだ。やっと弱ったか。よし、だいぶかかったからな。今回はこいつをプレゼントだ。そしてあれ、待って、あったあった、ソニックゲットだぜ。あ、クリアの笛、曲もちゃんと BGM になってますね。いやーよかった。さっき1回で素材3つもらえたから、もうこれで4つだもんね。これで、溜まりますね。というわけでちょっとこの後はどうしようか、リング集め行ってみようか。別のね動画にするのもあれなんで、まあちょっと一緒に見に行こう。初見なんでね、リング集めの方は。流玉2つもくれたぞ。報酬としてはルリゲンジュと装飾チケットもくれるから、あ、結構いいんじゃないですか。やっぱ強かった気がするよね。あとナルガはなんやかんや戦うからね、普通に装備集めしてる時も。あ、8分34秒、さすがに早かったな。そこそこな、強くはなかったのかな。なんだろうね、どういう時間の感覚だったんですかね、私のね。他のイベクエがあるから早くやりてえぜって思ったのかな。ちょっと待って、イベント日だ。マカレンキンを見ていこうじゃないか。赤がいっぱい来たぜ。耳栓爆破、じゃスタミナ風圧抜刀体術ガード性能、俺のマカツボにはイベントは来ていなかったようだ。さあ、はい、行ってみよう。このまま行ってみよう。いっぱいのリングをこの手に。これね、見栄えが気になるよね。あ、もう食事も食わずに行っちゃうか。 BGM もソニックでしょ。いいですね。これどうすんだ、このクエスト。まさかリング全部集める系。いや、多いな多いな。あ、BGM 違う。あ、これ熱いわ。ディッディッディッディー、かっ、いいよ、いい BGM だ。ただちょっとリング多いよ。待って、これでしょ。これ難しいな、全部集めんの。え、これ全部集めんの。待って、なんか待って、200枚集めるまでに左下に SS マークついてんだけど、これどういうこと。これ実は難易度高えんでは。狩りに精通しているハンターもこれ厳しいのでは。狩りに精通しているハンターが最も SS を取れないクエストでは。ちょっと待って、これ どこにあんの、リング。あったあったあった、マップに映ってるんだけど数が多すぎて。でもまあ、あ、でもこれあれか、全部じゃないな、200枚取りゃ勝ちだから、これとりあえず全力で走っていこう、このご機嫌の BGM ともにな。このリングを全部取りたいがためにダッシュをビビる男をイカれたゴスケ。あー、取れる、いいぞ。もうだって70枚だもんね。これ高難易度クエスト来たら厳しいな。 SS 取るために300枚とかね。うわ、こういう感じね、わざわざ配置している、気持ちがいい。あ、これでも完全にモンハンライズを使った別ゲーですわ。これ新しいな、考えてみるとな。面白いね。1個取り逃してしまうが、
それよりも走ること。いやこのだって回転するこれだってさあれじゃないの、このリングのやつさ、ライトボーガンでなんだっけ、旋回跳躍とかしたらさ全部取れるとかだったらずるくない？旋回跳躍で全部取れたらずるくない？これライトボーガンさんよ、どういうことですか。まだ旋回跳躍で取れるかどうか知りませんけどもね。おこのここにすげえ量のリングが見えるんだよな。いやでもあれだね、代謝跡を巡れる系シリーズだね。このリング集めは個人的には全マップであってもいいな楽しいね、知らないルートとかねいけるんじゃん。いやこの円型のリングは200枚集めるのはちょっと違うな、これは嘘だな。いやなんかあるのかな、すげえこれで取れるもんって。も S だもん。あでもまあこんだけゆっくりしてて今 SS になっ、あ A になってる。ちょっと待ってください、ちょっと待ってくださいよ、ちょっと待ってください。あと15枚なんです、あと15枚なんですよ。どこです、そこかそこか、待ってここでこっちリング全然ない大丈夫、俺にはサブキャンプに飛ぶという裏技がある。いけ、これどうすんだこれ、どっかどこどこどこ、あ適当に取ったら割とね、割と見つかんない、あれだ、よし。これ長距離はガルクだけど、リング取るときはもしかしてダッシュの方がいい。これでいけるやろ、よしちょっと面白いなこれ、最速ルートとか探したくなっちゃう。3分47秒私のタイムに挑戦するやつはかかってきなさい。初見だけだぞ、初見だけだからな。なら2回目とかは、いやーいいね、カラフルで、あーお供リングね、こっちをもらえるわけですね。報酬はあでも競争薬もらえるぞ、競争薬もらえる。でも序盤の競争薬ってどうだったかな、手に入れにくかったかな、ちょっと覚えてないな。そして中子さん、お供の装備はこっちじゃない、お供の装備を見せてくださいよ。アイルーかな、一個で作れる、あれ重ね着か、ソニック4つか、結構やんなきゃダメだなこれな。あいいね、いいですね。一応ね見たことあるけどガルクの方も見ておこう。おああそうか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 、こっちはあのコスプレなんだね、そういえばねあでも普通にこのコスプレうんぬん抜きにしてもこのなんつうの羽織ハッピー、これかっこいいじゃんね。いやこれ普通にジャケットか、スポーツジャケットみたいな感じか、かっこいいじゃん。いやー今回は報酬もたくさんあって楽しゅうございますな。しかも重大事変も来ているから難易度的にもにっこりといったところか、まだ重大事変やってないけど主リオレイヤーのねてなわけでだいぶ長くなりましたけども、いかがでしたでしょうか。ソニックコラボ頑張ってやっていきましょう。それでは。